バカは風邪をひかないじゃないけど、私はどこかで伊達くんのことをヒーローみたいに考えてたのよね。ヒーロー、ほらヒーローって死なないでしょ。絶体絶命のピンチに陥っても、何か奇跡的な出来事が起こって必ず助かっちゃう。伊達くんも同じだと思ってた。なのにこんなことになっちゃうなんて。まるで死んだみたいな言い方。そうね。伊達の左目には人工知能を搭載したアイボールという機械が入っていたらしい。その機械が盾となり、瀬島が撃ち込んだ弾丸は伊達の脳の比較的浅い部分で止まることになったのだそうだ。このことが幸いして伊達は一命を取り留めた。弾丸の摘出手術も無事に終わり、あとは意識が回復するのを待つばかりのはずだった。ところが、不思議よね。手術は成功したし、脳波にも異常はないのに。なんで起きないの？理由はいくつか考えられるけど、今言えることは一つ。現代の医療技術では手の施しようがないってこと。あとは伊達くんの心の問題だから。心？伊達くんの脳内にある意識に何かトラブルが発生してるのよ。心配しないで。確かに伊達くんは上官である私の命令に背いた。でも元をたどれば、その命令は瀬島から降りてきたようなもんだし。だけど瀬島はもうこの世にはいないでしょ。だから全部チャラってことに。そっか。警視庁は圧力を恐れる必要もなくなったから、捜査の方も順調に進んでるわ。ああ、相棒のことね。相棒？ええ、文字通り伊達くんの相棒みたいな存在だったの。ほら、たまに伊達くん独り言言ってたりしたでしょ。たまにっていうかしょっちゅう。あれは相棒と話してたのよ。そうだったんだ。ええ、瀬島としか考えられないわ。事件が解決したのは全て伊達くんのおかげ。処分どころか階級が上がっちゃうかもね。きっと伊達くんは脳の中で迷子になってるんだと思う。迷子？帰り道がわからなくなっちゃってるの。シンクを繰り返してるとそういう状況に陥ることが稀にあって。どうすれば伊達は戻ってこれる？そうね、考えられる方法は一つしかないわ。それはね。面会にお越しの倉主静江様。倉主静江様、至急ナースステーションまでお越しください。あ、なんか呼び出されちゃったみたい。ちょっと行ってくるわね。え？その間伊達くんに何か話しかけてあげて。もしかしたらそれが意識を取り戻すきっかけになるかもしれないから。それじゃあね。話しかけろって言われても。ボスの本名って倉主静江って言うんだね。倉主静江。なんか全然名前と合ってない気がするねえ。伊達もそう思うでしょ。一緒に笑ってよ伊達。ねえ伊達ってさ、本当にバカだよね。抜群のバカ、一流のバカ、トリプル A クラスの大バカ野郎だよ。なんで私のことかばったりしたの？私のせいなのに。私が勇み足で屋敷の中に乗り込んでいって、
そしたら待ち伏せしてた瀬島に催涙スプレーかけられて、後頭部のところ殴られて意識を失っちゃって、全部私のせいなのに、私がヘマしただけなのに。なのになんでかばったりするの？そんなことされたら私がめちゃくちゃかっこ悪いじゃん。あ、わかった。そっかそっか、伊達は私に恥をかかせたかったんだ。私をかばうことで私のミスを際立たせようと思ったんだ。最低だよ伊達、本当に最低。誰もいないから正直に言うね。さっきボスが伊達のことヒーローみたいって言ってたでしょ。実は私もそんな風に思ってた。伊達のこと心のどこかでヒーローみたいだって。この4年間私を育ててくれたのは伊達だし、辛い時も悲しい時もそばにいてくれたのは伊達だったから、この数日間についてもそう。パパとママがあんなことになって、いつも通りの私に見えたかもしれないけど、本当は私ずっと我慢してただけなんだ。じっとこらえて、気持ちを押し殺して、耐えて耐えて、無理に明るく見せてただけなんだよ。本当は辛くて辛くて仕方がなかった。死にたいくらいに悲しくて寂しくて心が壊れちゃいそうで、だけどだけど伊達がいたから頑張れたんだ。伊達がいてくれたからいつもの私でいられたんだよ。なのに伊達がいなくなっちゃったら、私ねえ、起きてよ、だって起きてってば。あの約束はどうなったの？忘れたとは言わせないから。ほら、あの約束だよ。全部終わったら一緒にお寿司食べに行くって言ったじゃん。もしかして破るつもり？連れてってくれないの？ずるいよ、だって嘘つき。嘘つきといえば神様だってそうだ。私、あの神社でお祈りしたのに、伊達が怪我しないようにって頼んだのに、なのに。それじゃあ教えてあげる。さっきの続き。迷子になった伊達くんを連れ戻す方法はたった一つ。誰かが伊達くんの脳内にシンクして出口へと導いてあげるしかないの。誰かって？水木、あなたに頼めないかしら。え？あなたは前に一度伊達くんにシンクされたわよね。その時の記録からあなたと伊達くんのシンクロ率は極めて高いことが分かったの。要するに二人はとても相性がいいってこと。あなた以上の適任は存在しないのよ。だからお願い、伊達くんを助けてあげて。分かった、やってみる。ちゃん、さっき説明した通り制限時間は6分だから絶対にオーバーしないように。分かったね。しつこい、100回ぐらい聞いたし。それじゃあ水木、頼んだわよ。任せといて。だって
必ず連れ戻してみせるから。水木ちゃん、準備はいい？うん。じゃあ始めよう。全部白黒だ。ここが伊達の心の中なのかな。伊達、どこに隠れてるの？伊達、あれ、あそこだけ色が。いつもこんな大きかったっけ。え、私どうして。あ、伊達、ねえ、みんな待ってるよ。ちょっと聞いてる？遠慮しなくていい。俺特製の絶品シチューだ。あったかいうちに食ってくれ。自分でもなんでかわからんが、なかなかうまいぞ。警察の ID だ。伊達、起きろ！バカ！ったく、何してんだよ。私の服と一緒に伊達のクタクタパンツ洗濯したからじゃん。バカ、変態！くそ、今度から気をつけないと。毎回こんなことされたら減給どころじゃ済まないぞ。おい、授業参観のお知らせが捨ててあったぞ。沖浦に知らせなくていいのか。
難しいな。困らせてごめんね、伊達。今度はスピーカーのとこに色が。私が閉じ込められてたスピーカーだ。待ってろ、すぐ見つけてやる。あの時は遅くてムカついたけど、でも伊達の顔見てすごくホッとしたんだよ。瑞希ちゃん、残り5分だ。フサリンパだ。ウサリンパ、キモくない。あの時はキモとか言っちゃったけど、本当は これでよかったのか。いらないとか言われたら。ただいま。あ、瑞希、お帰り。何隠したの？それ、何？え？これか？いや、なんだろうな、これ。ああ、そうそう。ちょうどこの空間が寂しいなと思ってな。ほら、ここにぴったり。次はあっち。ドアだ。私の本気タックルに耐えるなんて、このドアなかなか頑丈じゃん。今度からこれで特訓しようかな。ドアだ。瑞希？いや、その勝手に食って悪かったって。またプリン買ってやるから。なあ、開けてくれないか。もうそろそろ限界で。トイレ行きたいんだよ。漏れそうなんだよ。おい、マジで頼む、開けてくれ。伊達のベッドじゃなくてソファーだ。
そういえば前は私がこっちで寝てたっけ。まったく。4分来たよ。うちの冷蔵庫だけど。うちの伊達この裏でぺちゃんこになってたりなんて。ウサリンパがペチャリンパになってる。消えた。だってこれは一体どういうメッセージなの。ウサリンパ呪われたりしてないよね。お鍋にシチューが入ってる。なんだろう。残り3分だ。伊達のそろそろ気をつけてね。なんか陰湿。やめた。やるなら伊達が来てる時にしよう。そうだ、ガキ好みのどちゃくそ甘いプリンをボスからもらったんだ。冷蔵庫にあるから食っとけ。言い方。ナイスキック。私のランドセルだけど。イクメ神社のお守り。ねえ、せっかく来たんだからさ、お参りしていこうよ。言っただろ、
俺は神様なんて。いいからいいから。水木が健やかに育ちますように。何をお願いしたの？この退屈な時間が一刻も早く過ぎ去るように。お前はこっちへ来るべきじゃない。沖浦のところへ戻れ。必要なのは俺じゃない。残り2分ないよ。水木ちゃん急ぐんだ。水木、ありがとう。水木、なんで俺こんなところに。立てー。おい、いきなり何の真似だ。立てがバカだから。え、立てがバカだから殴ってやろうと思った。おかえり。おかえり。
ああ、ただいま。なあ、相棒、お前今俺の左目から出てるよな。ちょうどいいから賽銭箱の中に入って。私が賽銭箱に入ったらお前は豚箱に入ることになるが、それでもいいのか？賽銭。
なあ俺、山手線ゲームやろうぜ。お、受けて立つ。じゃあ俺からな。目白。大塚。駒込。うぐいす谷。なんかめっちゃ通好みなところ攻めるね。というかこいつ本当に退院して大丈夫だったのか。私はトロは嫌いだよ。知ってる、魚介類が苦手なんだろ。あの石碑なんて書いてあるの？尊き者は遠きところになし、そう書いてあるな。そっか、何気にいいこと書いてあるね。伊達が早く死んで1億円の保険金が入りますようにって。保険なんてかけてないだろ。オータンは退院して元気にやってるみたい。イリスの方は入院したままだけど。ああ知ってる。早く良くなるといいな。うん。実は私一つだけ伊達に言ってないことがあって。なんだ？あの事件が発生してから5日目、確か火曜日のことだったと思うんだけど、捜査本部で事情聴取を受けた後、私瀬島のこと見かけたんだよね。どこで？車で家まで送ってもらう途中の道で。ただ見かけただけか？隣に知ってる人が歩いてたの。私のクラスの担任の先生が。担任？その人私の親友のお母さんでもあるんだけど、まあこの話は長くなりそうだからまた後で。いやいやいや、今言えよ。やだ。どうして？お腹ペコペコだから。ご飯食べながら教えてあげるよ。鳥ってさ、なんで鳥がいるって書くのかな。いい質問だ。昔々、大昔、天照大御神が天の岩戸に隠れた時、そこから天照を出すために鶏の止まり木を用意して、自分から聞いといてねんなよ。私は神の存在は信じていない。だがこの場で手を合わせないのは礼儀作法に反するだろ。伊達は何を祈ったの？俺はただ礼を言ったまでだ。助けてくれてありがとうって。おい、何を勘違いしている。お前が一命を取り留めたのは私のおかげであって、神の力によるものではないぞ。私が身を挺して弾丸を食い止めたから。お前に当たったのは偶然だろ。っていうかお前、あの時のことを覚えてるのか？知ってるだろ。私が目にしたもの、聞いたものの全てはクラウドストレージにアップされている。無線通信によって随時リアルタイムで。従って私の本体が粉々になっても、私のバックアップデータが失われることはない。私の記憶はもちろんのこと、思考中枢を司っているメインプログラムも含めて全部。もっとも撃たれた後のことについてはわからないが。じゃあ
伊達が意識を失う直前に言ったことも？なんて言ったんだ？瑞希、助かってよかった。そう言ったんだ。違う、キャバクラ行きてって言ったんだよ。伊達らしいな。お前の左目にいるより居心地がいいからな。ずっと乗っててもいいよ。人が来たら隠れるんだぞ。通報されちまうからな。捜査本部の方では瀬島が2代目のサイクロプスということで一件落着している。事実、瀬島が死亡してから一月以上が経つが、あれから同様の犯罪は一つも発生していない。だが動機については依然として謎のままだ。なぜターゲットとしてあの3人が選ばれたのか、どうして左目をくり抜く必要があったのか。瀬島にはそういったことを好む異常性があったからというのが一応捜査本部の見解だが。納得はできないな。うむ。あ、すまない瑞希、思い出させちまって。ううん、大丈夫だよ。さてと、そろそろ行くか。あ、そういえばまだ行ってもらってないよね。何を？お礼だよ、助けてくれてありがとうって。それはお互い様だろ。お前にも言われた覚えはないぞ。まあ、言葉にしなくてもいいけど、伊達が私ラブなのは分かってるから。あ、誰がお前ラブだよ。え、違う？瀬島んとこ行った時とか、瑞希って叫んだりしてかなり本気だったじゃん。俺は瑞希なんて言ってない、瑞希って言ったんだ。突然池で泳ぎたくなったから。苦しすぎるぞ伊達。ほんと伊達ってツンデレだよね。ああ、ツンデレ界のホームラン王だな。よりによってお前ら二人に言われるとは。はあ？どういう意味だ？自覚してないのかこいつら。さあ、とにかく行こう。どこに行くの？決まってるだろ。寿司食いに行くんだよ。